国立自然史博物館。国立自然史博物館は、フランスの文部省、研究省、環境省の共同監督下にある博物館、MNHN と略称されることがある。日本語として、国立自然史博物館という表記もある。この博物館が正式に発足したのは、フランス革命中の1793年6月10日、国民公開によってだったが、 その起源は、1635年に、フランス国王ルイ13世が創設し、王の爺たちにより監督運営された王立薬草園に遡る。しかし、1718年3月31日に、少年王ルイ15世の直令によって、医学的な機能は排除されて、自然史に集中することになったので、単に王立庭園として知られるようになった。 18世紀の大半、本庭園は、指導的な啓蒙思想の博物学者の一人、ビュフォン博ジョルジュル・イルクレルの監督家にあって、国際的な名声と社会に対する辛抱等を獲得した。1793年に、本庭園は、自然史博物館に編入されたが、その後も一世紀にわたり活発な活動を続け、特に科学者、ミシェル・ジェーヌ・シュブルールの監督家にあって、 科学的研究において、パリ大学ときっ抗するようになった。こうした状況は、本博物館を自然史に重点を置くよう戻す1891年12月12日の法令により終わりを告げた。1907年に財政的な自立を獲得した後、本博物館は改めて発展しだし、大戦間にあってもフランス全土において施設を開設した。 この数十年来、本博物館は人間による環境開発の影響を研究、教育することに力を注いでいる。本博物館の使命は基礎及び応用双方の研究と知識を一般に広めることにある。その組織は7つの研究部門と3つの教育部門とからなっている。その研究部門は分類、進化部門、制御、発生、 分子多様性部門、水環境、生物集団部門、生態学、生物多様性管理部門、地球史部門、人間、自然、社会部門、戦士部門である。また、教育部門は、パリ植物園内の陳列館、植物園及び動物園、そして、人類博物館である。本博物館は、パリ第5区のパリ植物園内にある当初からのものの、か。 フランス全土に施設を有する。パリ植物園にある陳列館は、鉱物学、地質学陳列館、比較解剖学、個性物学陳列館、そして有名な進化大陳列館である。博物館所属の古くから、ある動物園もこの植物園内にある。収蔵数において、本博物館をしのぐのは、 アメリカの国立自然史博物館とイギリスのロンドン自然史博物館の2館のみである。人類博物館もパリ市内にある。そこには、異物、化石その他の民族史学及び、自然人類学に関する展示がされている。パリ第12区の番宣ンンヌの森にあるパリ動物園と、クレルにある中世小園におけるクレル動物園との2つの動物園も、 本博物館に所属する。ありがとうございます。